ずいぶん汗が出てるけど大丈夫？俺からしたらこのくらいの辛さは序の口なんだけどね。どうしてもって言うなら残りは俺が食べてあげるけど、お返しに何をしてもらおうかな。改めまして宇津木千景役の畑野渉です。三影ひそか役の寺島純太です。今夜のジングル一発目はですね、宇津木千景で監督ネームマニマニさんからいただいたシチュエーション、千景さんと一緒に激辛カレーを食べている気分になれそうな一言を言ってもらいたいというリクエストに答えたセリフでした。そこは辛いもの好きですもんね。辛いもの好きなんですよ、僕とは正反対なんでね。そうかそうか、このセリフはちょっとかっこいいですけどね。畑野さんが一生言うことがないセリフ。ない、逆です。食べてもらっていいですかはあるかもしれないけど、一緒に行った人にね、ちょっとすいません、注文したはいいんですけど、ちょっと一口が限界ですみたいなことはあり得るんですけど、これはなんか、ね、残りは俺が食べてあげるけどっていうのは、ちょっとやっぱかっこいいですね。かっこいいですね。行ってみたいですね。僕もあんまそんなにすごい得意な方じゃないんで。あ、辛いもの？昔、なんか友達と一緒に、蒙古タンメンを食べに、はいはいはい、有名な。ね、そうそうそうで、流行って結構行列なんかあったりとか、うん、友達と一緒に行ったんだけど、俺それがどういうものかよくわかんないで行っちゃって、辛かったなぁ。あれは油断するとものすごいことになりますよね。ね、それでもそのお店が出せるギリギリ、その甘さの方のを出してもらったんだけど、それでもなかなかの、そうなんですよね。僕も全く同じ経験しました。あ、本当。あ、じゃあ一番優しいやつでって言ったら、もう優しいって何みたいな。そうなんだよね。ガンガンに攻めてくる。攻められたね。厳しさが優しさだったのかなみたいなぐらいのね、なんか、ちょっとこう、概念が覆されたね、あれはね。そういう人にとってやっぱ染みる。